ずいぶんいい眺めね。ええ。ちょうどあなたの樹林が見えるでしょ？私の答えを聞きに来たのね。この地の政府と交渉してね。彼らはあの樹林がよほど気に入ったらしい。現状、ストームによって患者数が増える一方、医療物資は不足するばかりだ。彼らには難民や患者を避難させる場所すらない。あなたの樹林は収容においてもアルカナム治療においても最も適していると言えるでしょう。さあ、あなたの答えは、ドルヴィス嬢。ヴェンデッタはいつであろうとあなたの加入を歓迎するよ。あなた方に加わっても私のために政府を拒絶することはないでしょう。もっと素晴らしい計画がある。彼らはあの林にこの市で唯一のアルカナム治療を中心とした大型集中治療所を建てるつもりなんだ。つまり食品、物資、貨幣、そして我々マナス・ベンデッタを築くために必要な全てが手に入る。すでに話はつけてあるよ。アルカナムにおいて我々以上に心強い組織はいないからね。あの難民たちはどうするの？難民となるのはストームに振り落とされたものだけだよ。あなたは難民にはならない。それは私が保証しよう。難民救済の日が訪れた時、森の主であるあなたにはぜひともできるだけの支援をしてほしい。私はすでにあの森の主ではないわ。あなたが望めばいつでも森の所有権をあなたに戻そう。それにあの森の主はいつまでも唯一あなただけだ。あなたの気持ちはよくわかる。あなたがかつて持っていたものは私が本来手に入れるべきものでもあったからね。私は難民救済の始まるその時まであなたのために樹林を見守るよ。ありがとう。明日に向かってね。弾がなくなりそうだわ。旦那、援護をお願い。傷口がまだ塞がっていないし、これ以上怪我したら大変だよ。私の後ろに隠れて。これは檻？まさか私たちを捕まえる気？虹の方向に最後の出口が見える。最後にもう一度試そう。いいえ、旦那、もう間に合わないわ。あの茨の粘液に触れると体が硬くなるみたい。気をつけて。逃げ道は全て塞がれたわ。あたいたちはもうカゴの鳥よ。こんなところに閉じ込められるわけにはいかない。もう一度試さないと。諦めなさい。光を導け。跳ね返されるなんて。
なぜ茨で編んだだけの檻がこんなに硬いの？もう終わりよ。闇に染まれ！なぜ？旦那も純潔ではないわね。わからない。なら旦那もあたいと同じ。アルカナムが下手っぴな粗悪品なのね。見ればわかるでしょ。あたいたちと純潔なアルカニストの間には決して乗り越えられない壁があるのよ。ヌルービスには勝てないわ。あの白衣のおばさんを外に押し出した時点で。旦那も分かっていたはずでしょう。どんなにあがいてもあたいたちがアルカナの前に突き出される運命は変わらないわ。きっと方法はあるはず。もう少し時間があれば。旦那はあたいが出会った誰よりも勇敢ね。でもそれだけじゃ無理。無理なの。その時が来たらあたいを殺してね。何を言っているの？左胸を狙って。ベンデッタはあたいたちを許さないわ。仲間同士の殺し合いは彼らの最も好む出し物の一つよ。あんたはあたいなんかよりもずっと価値があるわ。旦那、その価値をいつまでも大切にすることね。何言っているの？いい、その時が来たらあたいの左胸の心臓を狙って容赦なくやってちょうだい。そんな計画危険すぎるよ。それにもし行きたいのなら選択の余地はないわ。あたいを信じて旦那。あたいってば誰よりも命が惜しいんだから。けど今の計画全て彼女に聞かれてる。その通りよ。あたいたちの運命は彼女の決断にかかってるわ。興味深いシーンだったな。キャベンディッシュの大旦那はきっとびっくりするだろう。お前さんも見てたのか。あの女が闇夜で剥がされた顔とキャベンディッシュのお坊ちゃんが背中を向けて嬉しそうにしていたのを見たな。かつての彼は異様に繊細で才能があった。ポーション作りに関してはとびっきりの天才だった。でも今はあいつはもう飲み込まれ消化されちまった。そしてそのことに気づいちゃいない。ミオソティス、馬鹿げた名前だがユーモアに満ちてる。あの蒼白な顔をしたお坊ちゃんは死んだのさ。無数の飢餓と自殺の衝動に駆られながら日に日に陰険で恐ろしそうな外見に成長していった。残ったのは自堕落さだけだ。あの女から約束をしてもらったのさ。
彼女はミオソティスに何か伝えてから北の方へ向かい霧の中で姿を消した。彼女にとってウィンディーシティはいらない肉種でしかないからな。捨てられたんだ。喉元に銃を向けられた時、ようやく自分の脳裏に何があるかわかるもんだ。そして彼は己に復讐、復讐、復讐と死ぬ自由を与えた。今肉種は彼のもんだ。そこに巨大なステージを作ると誓ったのさ。己の卑劣と狂気と戦慄を太陽の下で見せられるタイミングを計っていた。2階、1階、地下室。このバーは全部で3層。そのうち2階は材料保管部屋、書庫、そして廊下だから、おそらく違うでしょう。シュナイダーはおそらく残りの2層のどこかに。見回りの時間と位置を調べられなかったのは痛手だね。衝突は免れない。救急薬とポーションと医療セット、非常食にベンデッタの仮面、それから、ローアンの枝に目が、あの加護と祝福を象徴する木が、これも持っていくとしよう。おかしい。偵察した時は一本道だったはず。あ、誰か来る。隠れないと。なんだかローアンの枝に引っ張られている気が。彼らが今いる道を進めと言っているの。わかった。彼らが行った後でね。病院の前でばあちゃんに会えたんだ。ばあちゃん、紙幣を飲み込んで窒息してな。担架で運ばれていったよ。俺のこと忘れちゃったみたいでな。そんなの普通だよ、トーマスさん。私の息子ロバートはすでに死んだ。ラジオ放送で知ったんだ。彼らはただストームに選出されなかっただけだ。私たちは実に運がいい。そうは言ってもお前3時間前に見た時は泣いてたじゃないか。全て受け入れなければ。新世界の夢はすでに壊れたと。明日には政府と衝突するという事実を。政府と衝突？ああ、ミオソティス様が教えてくれたんだ。私たちはあの大量の物資をベンデッタの聖域まで運ぶことになる。この仮面は私の安全を完璧に保証するわけじゃない。だが聖域に戻ればストームの影響を受けずに済む。そして新たにスタートを切るんだ。新たな時代へ。
新たな生活はプリン様のように。なんて言ってるんだミスターロバート。どうして手から黒い粘液が。どうなってんだお前。あの化け物たちと同じ姿になってるぞ。すぐに助けを呼んでくるからな。姿も声もあの話せない信者たちと同じように。仮面のせいで、それともアルカナの仕業。とにかく今は早く地下1階に入らないと、他の人が駆けつける前に。我が手を持って何時を改む。私はベルティ、君の仲間だ。道を開けてくれる？もう話すらできない。もはや本能だけで動いているの。こうなったら気絶させるしかない。ごめん、ミスター・ロバート。平和よ、どうか我らと共に。あなたを信じます。なんなりとお申し付けください。レンセレーノインセンスエリンピーニカ。誠に申し訳ございません。死がこんなに近くに。焦らないで。刃のようにあなたを信じます。いい子ね。おもちゃをあげましょう。 So long lives this, and this gives power to thee. I know the moon, and this is an alien city. 問題ありません。まだ見ぬ世界を、このペン、あなたを信じます。優しくね。Each moment, now night.レーニョセレーノインセンスエリンピーニカ。えい。死がこんなに近くに。焦らないで。受けたまわりましょう。なんなりとお申し付けください。いい子ね。おもちゃをあげましょう。みんな同じ場所へとたどりとに。申し訳ございません。あなたたちのために祈りを捧げます。安らかに。あ、足音だ。5、6人はいる。早く下の階に降りないと。地下はまた分かれ道。本当に道を示してくれているの？分かった。左を選ぶよ。危ないところだった。まさかもう一方に見張りがいたなんて。ここはワインの部屋か。シュナイダーはいないようだね。次は。これは下に続く浮遊階段。もしかしてこの下に4層目の空間が。よし、最後の賭けだ。降りてみよう。やっと見つけた。シュナイダー。
脈がすごく弱い。どうして？確かにまだ救命時間内のはずなのに。旦那。シュナイダー。これは幻覚？それとも旦那もあたいと同じようにあたいのことを思ってそんなに強く握りしめちゃって？よかった、無事で。早くこれを飲んで。乱暴すぎるわ、旦那。再会してすぐそんな優しくしてまずスペシャル回復ポーション。あとこれも食べて。お腹空いたでしょ。旦那、これ何？夕食で余ったパンよ。あまり大荷物にできなくて、少しだけ我慢して。今夜にはここから逃がしてあげるから。それにしても未だに理解できない。一体どうやって？ぶつかってきた時、弾丸は確かに君の胸に命中したはず。もう説明する体力がないの、旦那。あたいが知りたいのはドルービスの最後の決断だけよ。彼女と二人きりになる機会はなかったけど、私が無事に君に会えたということは、おそらく。見て、花が咲いたわ。もしかしたら彼女は私たちと同じ理想を持っているのかもしれない。シュナイダー、今からしっかり体力を温存しておいて。ソネットたちに会うまでは決して目を開けてはならないよ。治療所で会おう。時間を数年前に戻そう。そりゃいい。そのボクサーみたいな崇高な志は俺たちに必要なもんだ。だが残念なことに、お前さんを未来に連れて行けない。いや、できたんだが今はできなくなった。今それをしてくれる者は他にいる。この謎を解く前に、まず目前の主な矛盾を解決する必要がある。きっとこの話を聞いたことは後悔しないぞ。信じてくれ。お前さんのユーモアセンスには感心するな。さあ、過去の話を始めようじゃないか。20世紀初頭のとある冬の日、しとしとと降る雨は止もうとしなかった。ウェスト・ジャクソン通りの広場は人でいっぱいだった。ここにはイタリアルネサンスのバシリカ式聖堂がある。あんなに大勢の人だかりが沈黙したまま集うのはあまり見かけない光景だ。
それは黒に包まれた追悼ミサだった。レクイエムが歌われ、葬儀に参列した人々は胸元で十字を切った。彼は神父でした。彼は罪深き者のために命を捧げた。主はきっと永遠の安らぎを与えてくださるでしょう。全身黒ずくめの婦人が振り向いてお前さんに囁いた。彼女はそっぽを向いてしまった。こうした説明をすることに不満を感じたようだ。葬儀の参列者はどんどん増え、広場は高温低温さまざまな成果で満ちていた。グレコ一家もその中にいた。傘はまるで雨雲のように彼らの頭上を覆っていた。それから間もなく彼らの声はおえつに変わった。その表情がほっとしているのか悲しんでいるのか見分けがつかない。シュナイダーはそこにはいない。シニョール・グレコの折れた左手の方に目を向けてみろ。そうだ、包帯にぐるぐる巻きにされてる左手の方向だ。人だかりから3390フィート離れたそこは教会の裏だ。あそこにお前さんが会いたがっている少女がいる。彼女は真っ青な顔で背は小さく痩せこけている。まるで大きな病から回復したばかりのようだ。手をぎゅっと握りしめ、瞳には怒りが宿っていて、そう遠くない場所から聞こえる歌声に対抗しているようだった。どうして彼女があんな、あれほどにまで憤怒しているのかお前さんにはわからない。彼女は今11歳くらいだろうか。そしてミサはクライマックスを迎えようとしていた。雨はますます大きくなってきた。葬儀の幹事は手を高々と空に上げこうたたえた。主があなたと共におられますように。主が丘をあたいに向け、あたいに平穏を与えてくださいますように。シュナイダーはほぼ聞こえないほど小さな声でそう答えた。彼女の手は胸元をぎゅっと掴んだ。これは彼女が初めて主に答えた時だった。そして最後でもあった。むしゃむしゃ幻覚剤3第42回目の実験を始めますわよ。さあ教えてくださいまし、あなたたちには何に見えますの？マリア像、ナイフ、ポルトランドセメント、味までセメントだ。羊毛、縄とハサミ、
それからパインとミニトマトのピザ。ああ、嘘でしょ。これは冒涜よ。我らが神になんてことを。グレン・ミラーのトロンボーンレコードに勲章、それからなぜこれが、堀に埋めた私の愛犬の遺体がここに。なんてこと。本当にごめんなさい、ジーヤ。改善が必要のようですわね。少しだけ時間もくださいまし。30分でいいですわ。ストームの症状がまさか食品に関する一切の感覚をねじ曲げてしまうとは。幻覚剤で食欲を促進させるのは思ったより厳しいかと。ミズ・サザビー、配合速度を上げる必要があるようですな。彼らは長時間食事をとっていません。このままでは体が持ちませんぞ。分かってますわ。絶対に成功させるんだから。今まで数多くの調合を学び、最高の素材を揃えたのよ。だから、ちょ、あんなお姉さん、紙幣をかじっちゃダメですわ。早く彼女をおためになって、ソネット様。石になれ。すみませんが、理性を失った人間にはこうするしか。先ほどパトロール隊から連絡が。屋敷の外でヴェンデッタの手下が現れたそうです。なんですって。きっとまた何か悪いことを企んでいるんだわ。早速撃退しましょう。絶対に中に入れてはダメよ。ミズ・ソネット、財団からの返事は。それがまだ。これ以上指示がない場合、プラン2を遂行するしかありません。とにかくタイムキーパーの救出が最優先です。失望させてすまないね、レディーたち。どなたですの？その仮面、悪いことを企んでいる手下のものね。白いベッドなんか担いじゃって何をするつもりですの？黒いスーツ袖。この羽の飾りは。シュナイダー、ああ、妹よ。布になぜそんなに血が。一体何があったの？何がって、死んだに決まってるだろう。今まで処分した死者がどれほどいたか。こいつは唯一家まで送り届けたやつだ。お前たちに伝えるためにな。これが我々ベルティ様の答えだと。デタラメを。ミーズ・シュナイダーの胸元にある傷口から見るに、確かに毒液の痕跡はありませんな。ベルティ様はすでに我らの仲間となった。その血と肉は我々と共存する。あれは実に見事な銃撃戦だったぜ。昨晩お前らが目にしたどの部隊よりも素晴らしかった。信じないのなら遺体の傷跡を見るがいい。まるで砂浜に光る真珠のように。そんな、もうやめて。タイムキーパーと死者をそのように侮辱するなんて絶対に許しません。平和が我らと共にありますように。
このお年寄りに席を譲ってくれない？まだ見ぬ世界をこのペン先に。血の池のダンスパーティーよ。ご要望通り指定の場所へ着きました。 Now night。大海原が枯れ果てた。また私一人を残して。お目覚めですね。ご家族がここに来るようにと。はいはい、一緒に帰りましょう。あなたを信じます。優しくね。Sempre caro mi tu questo ermo cuore。 空飛ぶ手袋はたったの3000光が見せんかよ。もう優しくなさい。焦らないで。受けたまわりましょう。なんなりとお申し付けください。誠に申し訳ございません。みんな同じ場所へとたどり着くでしょう。刃のように。あなたを信じます。受けたまわりましょう。優しくね。 I know the moon and this is an alien city。 誠に申し訳ございません。ちょっと暑いわね。ご要望通り指定の場所へ着きました。焦らないで。優しくね。お目覚めですね。ご家族がここに来るようにと。はいはい。一緒に帰りましょう。無料サンブル、無料サンブルよ。血の池のダンスパーティーよ。刃のように。大海原が枯れ果てた。また私一人を残して。センプレカーロミクコステルモコーレ。問題ありません。まだ見ぬ世界をこのペン先に。なんなりとお申し付けください。 Each moment, now night。やり残したことはありませんか？すべて片付けました。よくやったわね、おばさん。あたいのためにそこまで必死になるなんて。ちょっと惚れちゃったわ。シュナイダー生きて。ああ、きっとマリア様がお守りになってくれたのね。けど一体何が？どうしてそんな重傷を？タイムキーパーはどちらに？その体の傷はまさか、本当に？あんたたち。心の中で、すでに揺るぎない答えがあるでしょう。この花を見て。この上の文字一つ一つが、あたいと旦那が命を引き換えに、手に入れたものよ。嬉しいわ。まさか今夜の星空を、見る。ことができるなんて。気絶しましたぞ。すぐに奥の部屋に運んで治療を。
でもむしゃむしゃ幻覚剤ナインの完成まであと一息ですわ。あと何が足りないのかしら。歩くときは周りをよく見る。レディーのたしなみですよ、お嬢様。ソネット様はただいまお仕事中です。邪魔をしてはいけません。ソネット、返答をいただきました。ただいま治療所に向かっており、まもなく森の辺境に到着します。手短に話すわ。ワシントンの偵察員からの報告によると、物資は今のところ、すべてシカゴに運ばれているわ。ベンデッタはこの救援物資に目をつけているのでしょう。あなたたちの計画を少し調整させてもらうわ。彼らの物資略奪と難民や人質の救助に全力で当たってちょうだい。今夜は激戦になるでしょう。念のために応援をそちらによこすわ。ではタイムキーパーは？彼女は己がすべきことをよくわかっているはずよ。あなたたちはすぐに会えるわ。最初の任務を終えればね。わかりました。最善を尽くします。人類のための貢献に感謝するわ。いい知らせを待ってるわよ。この森はすでに閉鎖されている。運送業者でないものは引き返せ。私たちは運送業者です。ただ運送する方向はあなた方とは異なりますが。あら、盛り上がる展開になってきましたわ。皆様、私に力を貸してください。準備できています。優しくね。受けたまわりましょう。なんなりとお申し付けください。いい子ね。おもちゃをあげましょう。誠に申し訳ございません。みんな同じ場所へとたどり着くでしょう。焦らないで。優しくね。焦らないで。ふふん。えい。無料サンブル。無料サンブルよ。あなたを信じます。優しくね。レーニョセレーのインセンスエリンピーニカ。いい子ね。おもちゃをあげましょう。今に最もふさわしい詩を選んでくれましたね。血の池のダンスパーティーよ。まだ見ぬ世界をこのペン先に。 I know the moon and this is an alien city。 大海原が枯れ果てた。また私一人を残した。 Each moment, now night。 あなたを信じます。優しくね。レーニョセレーのインセンスエリンピーニカ。空飛ぶ手袋はたったの3000光が見せんかよ。
受けたまわりましょう。なんなりとお申し付けください。受けたまわりましょう。はいはい、みんな同じ場所へとたどり着くさ。あなたの願いは何ですか？ご要望通り指定の場所へ着きました。焦らないで、優しくね。お目覚めですね。ご家族がここに来るようにと。はいはい一緒に帰りましょう。えい、刃のように。なんなりとお申し付けください。 So long lives this and this gives power to thee。 お気をつけくださいませ。問題ありません。焦らないで、まだ見ぬ世界をこのペン先に。受けたまわりましょう。空飛ぶ手袋はたったの3000光が見せんかよ。Now night. おごり高ぶれば必ずや災難を招く。経験者からのアド。さてと、我々に力を貸したいというのはあなたかな、ミスター・ミュオソティス。ええ。医師免許は、臨床判断力はどれほどで、今までに見た患者の数は。すみません、私は医師ではなくアルカニストです。はあ、別名ペテン師の連中だよな。私は招待を受けてきたのです。すでにルツボも素材も用意して終わりでしょう。ち、あの豚頭長官め、一体何を考えてるんだ。こんな異端者に何ができるんだ。雑草と引き換えるでままごとでもさせるつもりか。ユオソティス様じゃなくて。よかったわ、あなたがいてくれるのなら安心だわ。すでに一晩中何も食べていないの。お腹が空きすぎて思わず貨幣を。私もよくわからないのだけど、彼らが言うには確かに貨幣を食べていたんですって。ご安心ください、皆を必ず良くすると保証しましょう、デュラント夫人。ええ、もちろんホワイトテントエリアの治療を優先してくださるのよね。最高のひとときを共に何度も過ごしたでしょ。それに免じてお願いよ。もうこれ以上はいかなる衝撃にも耐えられそうにないわ。ここには他のエリアもあるのね。ホワイトテントエリアの外にはどんな人が住んでいるのかしら。そんなの知ったことじゃないわ。不老者やら行商人らしいけど、一度も会ったことないもの。ところで、そちらの高貴なお嬢さん、どこかでお会いしたことあったかしら。
申し訳ないけれど思い過ごしかと。もたもたするな。人助けに来たんならさっさと手を動かせ。千人以上が治療を待ってるんだぞ。ポーションを調合するには静寂が必要不可欠ですよ、長官。ふん、わけわからんこと。30分後にまた見に来るからな。お前がどんなすごいものを作れるのかをな。